ジェームズ・ブラウン、ジェームズ・ジョセフ・ブラウン・ジュニア、ジェームズ・ヨゼフ・ブラウン、ジュニア、1933年5月3日から2006年12月25日は、アメリカ合衆国のソウル・ミュージック、R&B、ファンク、シンガー、音楽プロデューサー、作曲家。ファンクの帝王と呼ばれ、ザ・ハーディスト・ワーキング・マン・ショービジネス、ショービジネス界一番の働き者と称される。 シャウトを用いたソウルフルなボーカルと革新的なファンクサウンドが特徴である。父はアパッチ族インディアンで母はアフリカ系黒人アメリカ人とアジア人の系統である。ナンバーワン、ソウルブラザー、ミスターダイナマイト、ファンキープレジデントなどいくつものニックネームを持っていた。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第10位。 ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第7位。九首の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第37位。ジェームズ・ジョセフ・ブラウン・ジュニアとしてサウスカロライナ州バーンウェルに生まれる。このことは本人が辞伝などでも書いているが他にも1928年テネシー州プラスキ生まれという説がある。成人後に ジェームズ・ジョセフ・ブラウンへと解明している。一家は貧しく、ジョージア州オーガスタに移り住んだが、ブラウンは、親類の家などで育てられた。幼少時は、面活みの手伝いや下町での靴磨きを行って、生計を助けた。子供時代から、地元のアマチュアナイトで歌っては、優勝をさらうほどの歌唱力を持っていた、とブラウンは回想している。15歳の時の車の窃盗を、 16歳、成人扱いで、反省があれば8年、反省がなければ16年という、差別をたっぷり含んだ、有罪判決を下され、1948年から、競合院に収容された。競合院での服役中に、ブラウンは、ボビーバードと知り合う。バードの家族は、ブラウンの釈放後の生活を助けた。ブラウンは、オーガスタ、または、リッチモンド軍に戻らず、 食を得るという条件で出所し、ボクサー、野球のピッチャーを短期間経験したが、足の怪我で断念することとなる。ブラウンは音楽へその情熱を傾けることとなった。ブラウンとバードの妹サラは、1955年からゴスペルグループ、ザ・ゴスペル・スターライターズとして活動を始める。その後、結局ブラウンは、バードのグループ、エイボンズに参加し、 バードはグループをリズムブルースバンドとして活動していくことになる。バンドはその名をフェイマスフレームズと変え、オハイオ州シンシナティでシド姉さんのキングレコードと契約を結ぶ。シド姉さんは頑固な男だった。ブランがプリーズと歌い始めると姉さんは腹を立て、スタジオから出て行ってしまった。姉さんの言い分は、こんなものは音楽でも何でもない。 ただのクズだというものだった。それでもブラウンが音楽的な妙味を説明し、なんとか発表にこぎつけることができた。バンドのファーストシングル、プリーズ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 、プリーズ、プリーズは1956年にリリースされた。レコードにはジェームズ・ブラウンとフェイマス・フレームズ・ジェームズ・ブラウン・ウィズ・ザ・フェイマス・フラムズとクレジットされ、同シングルはチャート5位を記録し、 ミリオンセラーとなった。しかしながら、その後はヒット曲に恵まれず、続く9枚のシングルが商業的に失敗した後、キングレコードはバンドと契約解除を行おうとした。1958年のトライミートリミーがビルボード48位の小ヒットとなり、バンドは活動を継続させることができた。バンドの曲のほとんどはブラウンが作曲し、 バードのバンドであったフレームズはブラウンが実質的なリーダーへと変化。結局は後のソロ活動においてフレームズがバックバンドとなっていった。これらの初期の録音には、アイル Go Crazy 1959, ビ e w ルダード r e d 1960といったゴスペルの影響を強く受けた曲や、リトル・リチャードやレイ・チャールズといった同時代のアーティストの影響を受けた作品が、 含まれていた。しかし、その歌唱スタイルは変化、後には、ファンクと呼ばれるスタイルに発展していき、p ファンク、プリンスなどに強い影響を与えた。ブラウンとフレームスの初期のシングルは、アメリカ南部及び R&B チャートでは、成功していたが、彼らの全国的な成功は、キングレコードの反対を押し切ってリリースした、リブット・ザ・パロ、1962。 まで待たなければならなかった。ライブアルバムが成功した後、最初のファンクナンバーとされる1964年のアウト・オブ・サイト・アウト・オブ・サイトを発表。さらにナイト・トレーンを制作した。これらの曲はギターのカッテングに、ホーンセクションとベースドラムスが特徴だった。ブラウンのボーカルはリズミカルバックに乗り好調を保った。しかしながら、アウト・オブ・サイトはスマッシュレコードから、 リリースされたため、キングレコードとの契約破棄に関する法廷闘争となり、裁判所は彼の録音作品の1年間リリース禁止を言い渡した。67年頃の JBS のドラマーには、ファンキードラマークライド・スタブルフィールドがいた。コールドスウェットはクライドがドラムスを担当した傑作ナンバーだった。60年代末から70年代初頭に、彼はキャリアの頂点を迎える。 この時期のヒットとしては、リッキンスティック、スーパーバット、ソウルパワー、ギブイト、アップをアターンイットルーズ、アイムアクリーディマン、メイクイットファンキーなどがある。1970年3月には、ジェームス・ブラウンのバックバンドに大幅なメンバーチェンジがあった。給料に関するトラブルから、名シオ・パーカー、テナーサックスをはじめとするメンバーのほぼ全員が、脱退した。それに伴い、 ブーツィー、コリンズ、ベースらを中心とする新しいバンドが迎え入れられる。彼らは JB's The JBS と名付けられ、その名義でのリリースも行うようになった。ブラウンの全盛期を支えた JB's の主要なメンバーは次の通りである。1970年末からはフレッド・ウェズリーが音楽監督となった。ウェズリーが75年に脱退するまでの4から5年間は、 ファンク完成期とでも言うべき時期であり、ブラウンの充実期である。1972年から74、75年までの主要メンバーは次の通り。72年には、ファンクの傑作、Get On the Good Foot を発表した。73年、74年はやや勢いが弱まるが、ベイバック、ファンキープレジデント、マイ、サングなど、まずまずの作品を発表した。 1974年には、ブラウンは、アフリカで公演している。アフリカのザイル、現今後民主共和国の首都の近ン差で、ボクシング世界ヘビー級タイトルマッチが行われた。挑戦者、モハメド・アリと王者ジョージ・フォアマンが対戦し、世紀の一戦、近ン差の奇跡と歌われた。この試合をプロモートしたドン・キングが、 同時に開催したアフリカのウッドストックと宣伝された音楽フェスティバルにブラウンは出演した。この模様は映画モハメドありかけがえのない日々や映画ソウルパワーで見ることができる。その後、1975年頃から起こったディスコブームとともに彼の人気は下降線をたどる。ブラウンのサウンドはダンスミュージックのオリジナルであるにもかかわらず、 皮肉にもディスコブームに乗ることはできなかった。76年の Get Up A ア a z a ットシ i n g や77年の Body Heat ーーなどのヒットもあるが、70年代後半はブラウンのセールスは低調で冬の時代を迎える。しかし79年の It's Too, Funky In Here を含むアルバムオリジナルディスコマンは佳作として後に評価されている。 1980年、映画、ブルース・ブラザースに出演。1984年、ラップのアフリカ・バンバータとのデュオ、ユニティがスマッシュヒット。久々に音楽シーンの注目を集めた。1986年1月23日には、ロックの殿堂入りしたほか、映画、ロッキー4、炎の友情に、ソウル界のゴッドファーザーとして出演した。そして同年、 リビングインはアメリカが久々のヒットとなる。さらに1988年にはフリフォースのプロデュースによる大傑作アイムリアルを発表した。ラップヒップホップのミュージシャンたちから和が子として尊敬され、ブラウンの曲はサンプリングされまくる。しかし、そんな矢先にトラブルが発生してしまう。1988年には薬物吸引中に妻と喧嘩し、 銃を持って家を飛び出し公園のトイレに向かって乱射し、駆けつけた警察とカーチェイスを行った末、ガスケとなって逮捕され、6年の実刑判決を受けた。1991年2月27日、6年の判決に対して3年弱の服役で釈放された。この年には4、CD セットの王発表、この頃よりブラウンはその功績を称えられ、 いくつかの名誉ある音楽関連の賞を受賞している。九百九十二年二月二十五日、ブラウンは第三十四回グラミー賞特別功労賞を受賞している。その一年後には第四回リズムブルース財団賞特別功労賞を受賞した。また、九百九十三年十一月十一日にオーガスタ市長のチャールズ・ディバニーはオーガスタ九番街を ジェームズ・ブラウン・オ通り、ジェームズ・ブラウン・ブルバードと改名し、記念式典を行った。また、C&C ・ミュージック・ファクトリーと、ソウル・トゥ・ソウルのジャ・ジー・ビーがプロデュースを担当した、新作アルバム、ユニバーサル・ジェームスも発表された。2000年10月14日発売のスマップが発表したアルバム、S マップ・スマップレイチ4収録曲の、ジャラジャラ・ジャパン。 ホーザジャパニーズでコラボ楽曲を発表、共演。2003年6月24日、ハリウッドのコダックシアターで行われた第3回ベッド、ブラックエンターテインメントテレビジョンアウォードに招かれる。ここでは、マイケル・ジャクソンが飛び入りで参加したが、この共演は、約20年ぶりのことであった。その後、マイケルは、ここにいる、この人物ほど、僕に、 大きな影響を与えた人はいないとスピーチし、自らのミュージシャンの師匠であるブラウンに生涯、厚労省を手渡した。同年には、ケネディセンター賞も受賞した。2004年12月に、ブラウンは、前立腺がんと診断され、手術を受ける。2005年5月6日、ブラウンの72度目の誕生日に、オーガスタ氏は7フィートのブロンズ像を贈呈した。 像は本来その1年前に送られる予定であったが、その当時ブラウンが直面していた、家庭内暴力事件のため延期された。2005年7月6日には、ライブ8のエディンバラ5 0レ0レ h e Final p u s に出演し、イギリスの歌手ウィル・ヤングとパパ、エスゴット、A ブランド・ニューバックをデュエットした。また、その1週間前には、ジョス・ストーンと、 フライデーナイトウィズ・ヨナタン・ロスに出演し、デュエットを行っている。2006年、ブラウンは世界ツアー、セブン・デクズ・オブ・ファンク・ワールドツアーを行った。ショーは、聴衆から肯定的に受け入れられた。最後のショーは、オキシジェン・フェスティバルへの出演であった。8月22日、オーガスタ・リッチモンド軍競技施設局、オーガスタ・リッチモンド・カウンティ・コロシアム・オーソリティは、 オーガスタ・リッチモンド軍市民ホール、オーガスタ・リッチモンドカウンティシビックセンターを、ジェームズ・ブラウン・アリーナと改名することを表決した。11月14日には、イギリス音楽の殿堂入りを果たした。ブラウンは、授賞式で演奏を行った幾人かの受賞者のうちの一人であった。ブラウンは2006年12月24日、司会を訪れそこで肺炎の症状が判明し、 ジョージア州アトランタのエモリー・クローフォード・ロング病院に入院するが翌日の午前1時45分死去73歳であった代理人によると死因は鬱血性の心不全であったその死去は CNN や BBC など世界中のメディアでトップニュースとして報じられたこの時ブラウンの医者として働いていたのはコンラッド・マーレーであったマーレーは 現在、マイケル・ジャクソンの死因をめぐり、過失致死傷罪として、正式に裁判するかの予備尋問を行っている。死の時点で、ツアー予定を残しており、最後まで、ザ・ハーディスト・ワーキング・マン・イン・ショービジネスであった。12月30日に、オーガスタで行われた葬儀には、約8500人のファンや、マイケル・ジャクソン、MC、ハマーなどの友人、関係者が集まり、 ブラウンの音楽界に残した業績、人生を称え最後のお別れをした。ただ、元、JBs のメンバーの三列が少なかったことは残念だった。ブラウンが逝去する直前に病床で話したブラウンのマネージャーであるチャールズ・ボビットは、そのスピーチでブラウンが最後まで仕事のことを気にしていたこと、マイケル・ジャクソンやプリンスとしなければならない仕事があるのだと。 最後に話したことを明かした。ブラウンは4度の結婚を経験した。ブラウンは最初の妻、バルマ・ウォーレンとの間に2人の子供、2番目の妻、ディドレ・ジェンキンスとの間に3人の子供がいる。最後の妻とミイライ・ヒニーとは2002年に結婚したが、その後離婚している。彼らは2004年に再婚し子供を一人授かった。1973年、1974年、 1975年、1979年、1986年、1987年、1992年、1993年、1994年、1995年、1997年、1998年、2002年、2003年、2006年、15回に来日している。また、 変換前の沖縄で1968年に公演を行っている。吉田拓郎はアマチュア時代に岩国基地でジェームス・ブラウンの生ライブを見たダブルベースのダブルドラムでとにかく音がすごかったなどと話している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。